中山です。実は1週間ほど動画の更新をしていなかったんですけれども、私気がついたことがありまして、 YouTube っていうのは見ている方が気楽で面白かったりするんですよね。で、私も車の YouTube のチャンネルというのがあって結構見てたんですよ。で、実はうちにはですね、電気自動車の充電ソケットっていうのがあるんですけども、肝心の電気自動車がないんですよね。で、そのうち大統領選があったり、それからおととい、いや月曜日、いや日曜日でしたかね、じっちゃまの生放送というのがありましたよね。で、そこでワクチンの開発ができたと、まだできてないんですけども、ワクチンが効果があったと、まあそういうニュースが出て、私その次からですね、ここぞとばかりにアメリカの株式をですね、ちょっと拾い集めてたということがあります。さて、今回は三井不動産の第二四半期の決算の話をしたいと思います。前回は日本ビルファンドの動画を公開した時に、私ちらっと気になったので、日本ビルファンドの今後を占うのに役立つだろうなと思って見ていたということになります。今上がってきて今日は下がりましたねということになります。まあ、私はですね、これについていくことは多分しないですし、まあ多分皆さんもしないと思うんですけども、おそらく落ち着くまで待とうかなというふうに思います。まあワクチンなんてですね、もう大体どんなものか分かってきたと思いますけれども、早くて来年の今頃というふうに私は思ってますし、まだ出たばかりの注射なんて私はちょっと怖くてですね、打たないんじゃないかなっていうふうに思うんですが、いかがでしょうかね。さて、リートの価格はこんな風に決まるという説明は毎回毎回お話をしています。こちらがその図なんですけれども、まず不動産市況について、それから株式の市況について、それから謎の欲望、今日はこの3つでお話をしたいと思います。まず不動産の市場に関しては、この冬の新型の問題の影響、これがもう目の前に来ているということですから、やはりですね、不動産全体は今弱含みになってくるというふうに思います。それから株式の市場に関してはこの反対で、今もう絶好調と言えるんじゃないかな。ワクチンの開発という拡散要因はあるんですけども、基本的には今絶好調だと思います。もう10月、11月、12月、いや、11月、12月、1月はわかりませんけども、株に投資しないで一体どうすんのと、そんな勢いじゃないかなと思います。そして今回三井不動産の謎の欲望ということなんですけども、これはですね、BS、貸借対照表、資産と負債、これをダイエット中であるということになります。実は私もですね、ダイエットしてましてですね、私7キロくらい痩せたんですけども、多分皆さんお気づきにならないと思いますが、日本のリートの第1号ですよね。名実ともに日本を代表するリート、日本ビルファンドの投資口価格、まあ株価と言ってもいいと思いますが、今後はどうなるのか、いつ買ったらいいのかと、まあそういうのを考えるのに、スポンサー企業である三井不動産の決算を参考にしようと、そういうわけです。現在、三井不動産の株価は2,100円。これも随分安くなったんじゃないかなというふうに思います。こちらがそのチャート、1年間のチャートになります。なかなかこの新型の問題で大きく下がった後、戻ってこないなというふうになりますが、最近のワクチンの話で戻ってきたかもしれないというふうに思いますけども、今日は下がったということになります。まあ私の予想はですね、このままダラダラ行くというのが私の予想ですけども、実はライバル企業の三菱地所、あるいは住友不動産、こういったところに比べても、三井不動産の株価の落ち込みは大きいんですね。それは業績の落ち込みが大きいということでも言えると思います。まあ、株価もですね、やはりわずかに弱いなっていうふうに思います。こちらはダイヤモンドオンラインの無料の記事になります。三井不動産の株価の戻りが少し弱いんじゃなかろうかというのを割と大げさに表したグラフになります。その理由というのは、これは有料会員しか読めないということなんですけども、そんなものを見なくても三井不動産の事業の特徴からそれはすぐわかるわけですね。三井不動産といえば、アウトレットモールとか、あるいはララポート、あるいは東京ディズニーランド、まあこういった商業施設への積極的な投資と、それからホテル事業をやってるんですね。このホテル事業の進出が今のところ裏目に出ているということになります。こちらがセクターごとの稼働状況になります。コインパーキングも少し影響を受けているんですけども、なかなか商業施設、ホテルの影響が大きいということが分かっていただけると思います。
そしてその穴を埋めるために不動産の売却を積極的に行うということになっています。こちらが現在の投資家向け分譲等というふうに書いてありますが、要するに不動産売って儲けようと、こういうものの進捗状況になります。不動産の売却というのは相手があることなんですよね。今のような不景気の時に売却が行き詰まってしまう、相手がいやもうちょっと買えないんですと、ちょっと待ってくださいみたいな感じで売却がうまくいかなくなると、そういうことは現在起こり得る状況だというふうに思います。しかしそこはですね、三井不動産なんですよね。三井不動産の傘下にはプライベートファンドという上場していない不動産ファンド、これが2つあって、それから系列のリートが4つもあるということになります。まあそこに対してはですね、買わないとか買えないとか、まあそういうことは絶対に言わせないということになります。これは決算資料になります。そして三井不動産の場合にはこれまで積極的に実は不動産開発をしてきたということがあります。例えば日本橋三井タワーとか、昔は霞ヶ関ビルというのが有名ですよね。あれも再開発されましたよね。それから神保町には三井ビルディングって割と大きなのありますよね。それから東京ミッドタウン、東京ミッドタウンは日比谷にもありますよね。かなり大規模なビルを積極的に作ってきたと、そういう事情があります。当然資産も膨張気味になってるんですよね。で、資産が膨張すれば当然借入金も膨張気味であるということになってくるんですね。これが将来の経営の足かせになってくる可能性が見えてきたということになります。そこで今のうちに物件を積極的に売って借入金を返済していこうと、そして会社をスリムにして利益の出やすい会社にしたいと、こういうのが今三井不動産の経営課題ということになっています。こちらが借入金の状況ですね。もう右肩上がりになっているということになります。ただ借入金の金利はどんどん下がっているということもまた事実だというふうに思います。現在三井不動産グループでは2兆円の含み益があります。これを不動産を売って含み益を現実の利益にして、バランスシートをスリムにしながらトップライン売上も確保しようというふうに努力をしているということですね。これが決算資料なんですけども、もうあからさまにですね、2兆9000億円の含み益をいくらくらい積み上げようかなということで計算ができるということになります。まあいい会社ですよね。で、反対にですね、今度は系列リートの日本ビルファンドから見ると、今後もスポンサーから、つまり三井不動産から物件の購入が高水準で続いていくということでもありますし、その間日本ビルファンドは投資家から資金を集めないといけない可能性も出てくると、新たな増資を積極的に行わざるを得ないと、こういう可能性もあるわけですね。で、そうなると株価にあたる投資口価格は低迷していくというふうに私は思います。まあ、以前の動画でも説明しましたけども、あの憧れの日本ビルファンドですよ。日本ビルファンドなので、いつかは買ってみたいというところなんですけども、親会社の状況を見ても、今買ってもまあ差し支えはなかろうかなというふうに思うんですけども、今感染の状況が大変ですよね。感染の状況が落ち着くと思われる、そうですね、来年の春になる前くらいですかね。まあ3月くらいまで待ってからでも、私は遅くはないんじゃないかなというふうに思います。そして次に、三井不動産本体の株式は膨大な不動産の含み益を少しずつ削って利益を出しながらバランスシートをスリムにすると、まあ、こういうことが今できる状況にありますので、今後も安定して買える銘柄であるとは思いますが、バランスシートがスリムになってくれば効率的な経営になってくるというふうに思いますので、株価水準も上が期待できるんですよね。で、物件を売れば現金がありますので、まあ一部は借入金の返済に使ったとしても、まあ例えばなんですけども、自社株買いということも期待できる可能性はあるということになります。現在利回りはだいたい 2.1% くらいなんですけれども、中期的には上が狙えるんじゃないかなと思います。で、今回の話をまとめると、まず不動産の市場については、もう目の前にこの新型のコロコロした問題がありますので、もう完全に弱含みであると。特にこの冬は結構厳しいんじゃないかなというふうに思います。
それから株式の市場では、もう今株式の市場は絶好調なんですけれども、謎の欲望というのがありまして、三井不動産はですね、スリムな企業になるためにリートも活用しちゃおうと、リートに物件売っちゃおうと、まあそういう圧力が働いていると、そういうことになります。以上、三井不動産の第二四半期の決算について、系列リートの日本ビルファンドとの関係も含めてご説明をいたしました。いかがだったでしょうか？この動画が役に立った、面白かったという方はこのグッドのボタンを、続きが見たい方は左の方にチャンネル登録のボタンがあるので最新動画の情報が届きます。コメント返し質問の回答はサブチャンネル。この辺にパソコンの人は出てくると思います。今後も住まいと投資に関する有益な最新情報をお届けします。ご視聴いただきましてありがとうございました。